がすごくバグってるよテロップがめっちゃバグってる。いけるかい、いけるかい、いけるかい、いけた、いけた。コンピヨーン。見て、みんなのとこもなってる。見て、かわいいよ背景が。マグロちゃんがいるの、こっちにいる。みんなはどっちにいるんだろう。こっちにね、マグロちゃんがいます。かわいい。見て見て、みんなサンリオ、めっちゃサンリオになってる。かわいい、かわいい。応援されてるのかな、これって。なんかペンライトみたいなの持っとるのかな、これは。もうめっちゃかわいいんだけど、これ幸せやん。めっちゃかわいい。シナモンくんだけ浮いてるのもかわいい。マメロちゃんに手振っとこう。ファンサマメロちゃんだけファンサする人マメロだかわいいよね。レスいいな。レス。めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。ま、全体的にはキティちゃんだね、すごい。キティちゃん。キティさん。このここのなんていうの、壇上さんのところも1位になったらキティさんのリボンに乗れるし、このチェックみたいなのことにリボンもね、キティさんって感じ。めっちゃかわいい。みんなは誰が好きなの。リンゴ3個分の体重液、そうだよ、リンゴ3個分。キティさん、ハロー、キティ、出来たてのポップコーンはいかが。チャ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 ンチャレラララララパクパクチャララン、ハラリンダハンダン、優しいキリンの。マグロちゃんのゲート？これタワーなのかしら。かわいい。いちご持ってる。おばちゃん、マグロタワーありがとう。あ、ご質問ラーメンのランキング読まないといけないから、ちょっと後で書くんですけど。あ、じゃあちょっと。忘れないようにうちの前室ちゃんをね、ショールーム背景、いちごちゃんいるよ、見て、ここに置いとくね、こっちか、えび。ありがとうやで、あとでかくな、かわいい。風船がピンクと黄色あるよ、これ。ひなちゃんの推しカラー指針ですね、これは。出た出たよ、デッキーさん、レインボースターありがとう。キラキラ、
なんかギフトあるんだね、マイメロンちゃん以外。めっちゃ可愛い、可愛いでしょ。いっぱいあるよこのぬいぐるみ、マイメロちゃんのぬいぐるみいっぱい持ってる。うちの一人見て、リボンもイチゴついてる、このリボン。MM いちごベビードールって書いてある。赤ちゃん、マイメロの赤ちゃんらしい、この子は。推しからだし、いちごだし、指針ですから。マイメロちゃんに指針されがちなので。かわいい、これ。じゃあランキング読んでいくか。よいしょ。今日はですね、シュアムのランキング8月かな、8月のランキングを読んでいきたいと思います。第56回おしめイベントなんですけれども、皆さんは6位でした。ありがとうございます。8月いっぱいやってくれて。あんまできなかったけど、一回もやったよーって方も、ありがとうございます。そして、6位だったので、トップ10さんを呼んでいきたいと思います。第10位が、もちゃもちゃさーんです。おめでとう。チパチパチパチ。そして、9位が、なべなべ主張さんです。おめでとう。パチ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 。ほら、1週間前から始めました。おお、1週間前からひつなべ始めてくれて嬉しいな。そして第8位が誠一郎さんです。おめでとう。パチパチ。そしてここからは七並べ神セブンさんとなります。第7位はドルル、あれドルルルルルルポンタさんです。あえたー、七並び神セブン入りおめでとうございます。そして6位がドルルルルルパパーン、トムトムアットタコレンさんです。あめでたー、素晴らしい、おめでとうございます。6位。そして第5位がトゥルルルルパパーン太郎さんです。おめでとう。トップ5おめでとうございます。そして第4位がトゥルルルルパパーン、シンリンさんです。パチパチパチ、おめでとうございます。第4位、素晴らしいでございます。そしてここから3位からはですね、ランキングを表彰状式でお読みします。第3位がじゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーん、チャカチャカチャンチャンチャン、じゃじゃーん、赤ちゃんです。おめでとうございます。じゃーん。あなたは第56回おしめイベントにて第3位になったことをここに称します。ということで、赤ちゃんおめでとう。3位、スクショタイムふふ。ありがとうございます。そして第2位がじゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃん、チャカチャカじゃんじゃんじゃん、ナイトボールさんです。あなたは第56回おすすめイベントにて第2位になったことをここに称します。ということで、
アイトポルさんにおめでとうございます。2イエイおめでとう。そしてラスト1位を発表していきたいと思いますよ。第1位がじゃーんじゃーんまだ第56回おすすめイベントにて第1位になったことをここに表しまーす。ということでつさん1位おめでとう。1位おめでとうございます。今日はボード可愛いマイメロちゃんだよ。お花、お花にしました。ポンポンポン。はい。よいしょ。ちょっとこれにカバーのお礼を書きます。よいしょ。よいしょ。8月もね、皆さんやっていただいてありがとうございました。すごいね、毎月やってくれることが多くて嬉しいですよ。今月ももう終わっているんですけどまた読み配信を渡しますので、今月ランキングに入った皆さんはまた次の読み読み配信をね楽しみにね待っててくださいね。綺麗な音かな。よし。もう9月が今日で終わりなんだっけ。明日で終わりじゃないよね。今日で終わりだよね。10月から始まったのでガチります。おー嬉しい。ランキング入ったらお礼言わせてね。じゃあもう9月は終わりなのか。あっという間だね。9月あっという間。おっぱ、あ、これ全然ペン出ないやつで書いちゃった。パパパパパパパもう年末近づいてきた。確かにもう正月来ちゃうよ。このままじゃ、そしたらひなちゃんが二十歳になっちゃう。もうあっという間、世の中の月日はあっという間やで。マイメロ、マイメロタン、マイメロちゃん、マイメロちゃん、よいしょ。マイメロちゃん書くの難しいよ。よいしょよいしょ。待って、なんか顔違う。あれ、目か、へ、なんか違うな。あれ、なんかちょっと違う何かの
何これなっちゃった。もう一個書いてみよう。このいやでもいちごかこポン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 。なんかもうじゃ下手くそないよね。もう一番書けんかも。マイメロちゃんがなんなんやろこのなんか違う感は。すごいけどちょっと目だけやり直す。なんか違うな。これじゃないかも。すごいんだよな前原ちゃんいつも。なんだろう。わかんないんだけど。おばちゃん前原様ありがとうです。メロー前原なんだけど、なんか違うよね。何が違うんだろう。なんかデコ広いのかな。なんか違うけど。ありがとうな。なんか違うのよ。お口がもうちょっとちっちゃいのか。いやでもない。なんかな。違うんだよ。メロ、メロちゃんと座ってくれないこの子。なんか違うね。一番よく見てるキャラクターに一番描けない説が大きいなこれは。今日はお昼に私が写真集のリアルイベントをすることを発表しておりましたが、皆さん見ましたか？あら、ひるみちゃん、くらみちゃんありがとう。あ、くらみちゃんのグッズ持ってないや。あるっけな。ないかもしれん。ちょっとライバルしかおらんくて申し訳ない。よいしょ。マイメロしかおらんかも。楽しみー。ねえ、楽しみ。ひなもなんかずっと一人でのなんていうの、ファンの皆さんと交流できるイベントをこうやってみたかったので、すごく楽しみです。ねえ、まあかわいい。なんかなんかギフトかわいすぎて、かわいすぎるな。そうなんですよ。今回は東京だけになってしまうんですけど、イベントが。そう、私もいろんなとこでやりたいなーと思ったんですけど、まあいろいろな事情で東京だけにはなってるんですけど、でもその東京にあの魂を、ひなちゃんの全力魂を込めてちょっとやろうと思って、いろいろと私も考えまして、今回ですね、まずグッズがついてくるセットがあって、そう、その会場限定の写真集のブックカバーがあって、そう、それプラスサイン付き、ひなちゃんのサイン付きのやつが、まあ、一番なんだろうな、こうグッズ、そう、いろんなグッズあるんだけど、それが一番なんて良心価格で手に入るものになっております。そう、
でもその会場限定なので、その一個写真集ね、ひなちゃんのピンクの方の表紙と、もう一個ブルーの方の表紙持ってたら、すごいどっちも可愛いので、そう、どっちも持っててくれたら嬉しいなと思いますね。うん、良心的そう、良心的なのは結構良心的な価格帯で、でも今回全部ね、全部こんなについてこの値段だな、まだ良心的ぐらいな価格になってると思うんですけど、うん、そうのやつもあるし、あとアクリルスタンドが今回5種類もその会場限定で作ることが決定しております。すごい、うん、すごくないですか、ひなちゃんのアクリルスタンド、あの結構みんなさんね使ってくれるじゃないですか。なんか例えば会場に来た時に、会場来たみたいな感じでひなちゃんのアクスタ持って写真撮ってくれたり、こうひなちゃんが行ったことあるカフェとかご飯屋さんとかに行った時に、ひなちゃん来たよみたいな、アクスタと一緒にご飯と一緒に写真撮ったり、そうみんながすごいねアクスタね余ってくれてるのね。その写真集の衣装を着ているアクスタは今回5種類作ることになりました。何だったっけな、ピンクのワンピースと白いワンピースと赤いワンピースとあとなんだ、あとなんだ制服だ、制服とあと白バニーちゃんで今回作っておりますよ。なんとなんと白バニーちゃんのアクセントもあるので、そう、それはランダムで購入する方がちょっと良心的な価格で、そう5種類のうち1種類ランダムでゲットする方は良心的な価格でゲットできます。そう、でも絶対これが欲しいみたいなやつがある人は5種類全部ゲットできるっていうのもあるので、そう、絶対このアグサが欲しいみたいなのがある人はそちら持ち込んだらいいと思う。うん、でも本当にどの5種類全部、白ワンピ、ピンクワンピ、赤いドレス、制服、白バニー、どれも全部可愛いので、どっちでもいいと思いますそう、コンプしたいみたいな、そう、この衣装絶対欲しいみたいなのがある人はその5種類ついてくる方をぜひって感じですね。そう、そうなんですよ。あともう一個グッズ、もう2つあって、抱き枕カバーが今回グッズとして採用されましたすごい初めてのグッズです。これはもうめちゃめちゃどんなのができるか楽しみです、私は抱き枕カバーってみんな思ったかもしれないんですけど、これは多分ちょっと大人気なので売り切れが早いんじゃないかなと思うので、抱き枕カバー欲しい方は急いで申し込んでください。今回抽選になってるんですけど、そう、一部に1個申し込める形になってるので3部あるんですけど、最大3つ申し込みできるんですけど、そう、もしね、もし外れちゃったみたいなこともあるかもしれませんので、そうそうそう、抽選でももう、うんうん、ぜひぜひ当たるかな、どうだろうね、みんな当たってほしいんだけどね、ひなちゃんは。うん、そしてもう一個がネックピローを今回制作しております。ネックピローはですね、本当に今回東京のみの開催なので
皆さんが結構遠征してくる方も多いかなと思ったので、関西の方とかね、そう大阪から行くよとか広島から行くよみたいな、ね、山口から行くよみたいな人もいるんじゃないかなと思うので、すぐ使えるそうようにっていうのと、あとやっぱりね、日々のイベントでも皆さん結構移動が多かったりするので、やつのネクピールをぜひ使って移動してくれたらなと思いますので、表がひやちゃんの写真集にクレヨンでねイラスト描いてるんですよ、私子供みたいなバブみのあるイラストを描いてるんですけど、今回写真集にそのクレヨンで描いたイラストが絵柄としてあるんですけど、結構おしゃれな感じにしてもらってますママがちょっと某ブランドに遠目から見たら見えると言ってくれたのでちょっと某ブランド、ルから始まる某高級ブランドにちょっと遠目から見たら似てるって言われたのでそう、あと裏がね結構大人っぽい色にしてるので、男女兼用で使えるようなデザインになっておりますので、男性の方も女性の方も躊躇なく申し込みできるようなデザインになってますので、ぜひぜひネックピローもゲットしてください。ネックピロー逆をバスのお供に、いや本当にぜひ使ってほしい。ひなもね本当に広島から東京行ったり、こうね、広島からユニバで大阪にまで行ったりする時にそのネックピローをつけていこうかなって思ってます。はい、私も遠征多いのでそのために作ったと言っても過言ではない。うん、そうですよ、本当に男女兼用で使えるようなデザインですので、こちらもぜひネックピロかわいい方でしっかり使う、そうひなちゃんの絵柄が描いてあるちょっと某ブランドっぽい感じの遠目から見たらねすごい遠目から見たらよ、そう某ブランドっぽい感じのもので使っていただいても全然いいと思いますうん、そうタグに選べないクレヨンって書いてあるのもすごい可愛かったので、ぜひぜひ一緒に使いましょう遠征するとき、そしてその全部がついているセットもあるんですよ、アクスタ5種類とブックカバーの、その会場限定のやつプラスサイン本のやつと、あと抱き枕カバーと、あとネックピロもうフルコンプできちゃう、そうセットもあるのでぜひぜひどれもひやちゃんがこう頭をこうぐるぐるぐるって回転させて考えたグッズですので、ゲットしていただけたら喜びます、ひろちゃんが全部ゲットできたらいいなって思ってますけれども、はい、何でも好きなのどれか好きなのでも全然嬉しいでございますので、そうそうなんですよ、今回考案させていただきましたグッズを、すごいよね、なんか写真集ってさ、こうサイン会とかお渡しでこうね、サイン書いてだけみたいなのが多いのに、グッズまで発売できるの本当にすごいなって今回思っておりまして、そう私のセンスが問われるぞと思っていろいろ考えたのでその会場だけでしか本当にゲットできないので、東京ちょっと遠いなって思う方もですね、ちょっとネックピローも用意しておりますのでそうちょっと遠くまで行ってみてください、
なぜも広島から東京まで行ってイベントするのではい、あ、そうだね、テロップ書いてなかった。あ、ドリンさん、クロミちゃんありがとう。クロミおらん、マイメロで我慢してマイメロで我慢してくれ。写真集、あー間違えた、今日テロップがなんかうまくできない、今日テロップがなんかうまくできないけど、あれあれよっ、あ、いけた。当たるかな、当たるといいね、みんなが、うん、ゲットしたいもの当たるといいなってすごい思っておりますよ、うん、あ、そう、今回ね、もう一個皆さんにグッズももちろん、もうなんかひなちゃんが頑張って考えておりますので、あー、ひねみちゃん、くろみちゃんありがとう。ちょっと前メロで我慢してもらって皆さん、うん、今回ですね、あ、撮影も、そう、ツーショット撮影もね今回やるので、そう、それもあって今回なんと1部2部は私振り袖を着用します。わー、すごいですよ、はいもうすっごい豪華でございます、うん、もうね、この振り袖実はですね、私があの前撮りで、あの撮影しようと思ってて、そうそうそう、前撮りで撮影しようと思ってね、もう振り袖決めてるんですけど、ちょっと前にその時に、あの成人式では私多分STU さんがこう、 STU さんってなんで私さんつけたんだSTU があの用意した振り袖をね着用することになるので、あの自分がなんだろう、こう好きみたいなこれ着たいみたいなのを、どうしてもね、でも前撮りとかしたいし、そうと思ったので、そうなので、あの私その成人式はそっちの STU が用意したものを着ようと思ってるので、そう2日着れるんですよ、あの振り袖って、あの前撮りをするときに着るやつと、あと成人式で着るやつでね、2日着れるんですけど、成人式で着るやつは、まあ、別にこう、なんていらないって言ったらあれなんですけど別に必要がなかったから、私なので、あのこのイベントで着ようってなったので、あのこれは本当にもう私がもう3時間、いや4時間、いやもう分からんぐらい本当に時間をかけて考えた振り袖を着ますそう、もう1から100まで、もひなちゃんが考えた、うん、1から100って何?0から100はね、ひなちゃんがもう全部考えて振り袖を着ます。そう、マイドルで撮影する、もうひなちゃん用にお仕立てを今してもらっている振り袖をこの11月12日の1部2部では着るんですよ。もうすごく見てほしい、皆さんには、これはもう、うんそうなんですよ、もう素晴らしいですよこれヒノだったらもうツーショット撮りに行くねこれ、うん。ヒノがオタク顔だったら、もう推しの振り袖で撮れるだけでももう幸せじゃん。もうその写真集ゲットできなくてもグッズとかなくても、その写真普通ちょっと撮れるだけで幸せってもうヒノだったらもう行くってぐらい、めちゃめちゃあの私がもう気合を入れて考えた、そう振り袖になっておりますので、ぜひぜひこれでも一緒にツーショット撮りましょう、うん、ねえ多分泣いてしまうんですが、いや本当に
ねえ、もう14歳から私もアイドルやってるので、それがそんな私がこう振り袖を着ている姿をこう一人のイベントでこう皆さんに見せれるっていうのは本当にあのもうなんかもうねエモすぎるっていうか、なんかこうやちゃーんって感じだよねみんな。いや本当にうん本当にこうあいやじゃあ大人になるんだなっていう、このやっぱ写真集を機に私もこうちょっと変化するというか大人になろうと思うので、やっぱ話からは全然ひなさん見せていきたいと思うので、そう、もうこれは本当にうんもうめっちゃ可愛いと思うので、この振り袖姿のひなちゃんぜひ見てください。そうそうなんですよ、今回もさその振り袖がさ、広島でさこう振り袖を選んだんだけど、その東京の本店さんで、そうまさかこういったイベントで着れることになるとはっていうので、ちょっと私もある意味運命かなと思ってすごく嬉しいでございます。はい、そうなんですよ、こちらも相応の服でみんなスーツとか着てくれるの好きな格好していいけど全然、うん、そう仕立ててもらうのの、そう今お仕立ては東京で行われてるみたいなので、まあちょうど良かったんですけど、私は着物で行きたい、え全然おいで、もう振り袖でおいでよ女の子のみんなはとか言って、いや本当にうんでも好きな格好でね来てください本当に私めちゃめちゃ気合を入れて振り袖で着てるんですけど、はい全然好きな格好で着てきてください。うんそう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 あとですね、3部が1部2部の振り袖なんですけど、最後の3部がメイド服になってるんですよ。これもね私のあの願望でございまして、私本当はメイド喫茶みたいなイベントしたいみたいな風に写真集イベントしたいってやったんですけど、まあそこまではちょっと難しかったんですけど、でもこのはい。あのスタイリストさんがね、今回写真集を担当してくれたスタイリストさんがなんとメイド服を作ってくださって、もう本当に可愛いんですよそのメイド服、もうめちゃくちゃ可愛くて、はい、もうこれのメイド服はもう本当にここでしか着ないぞという気持ちでいるので、私もこうファンの皆さんと会えるイベントでここでしか着ないぞって思ってるので、これもねすごいね、もうすごいんですよ本当に。だってあのスタイリストさんがめちゃめちゃひなのためにこうひなのためにこうデザインを考えて作ってくださってるわけなので、もうこのメイド服、このメイドひなちゃんはもうぜひいてほしいなと思います。うん、いや本当に可愛い、うん、いや本当紙入れ間違いしなしなんじゃないかなって思うぐらい本当に自分でこう一生懸命考えてイベント案出したのでもうぜひぜひですよこちらは。うん、そうなんですよ、メイド服だったらね、ひなちゃんメイド服だったら多分みんなどの服でも合うと思うのであのメイド喫茶に来る感覚であの3部は来てください1部2部はなんかちょっとおめでとうっていう感じのなんかテンションになるんじゃないかなと思うんですけど、3部はあのメイド喫茶に来るような感覚で、はい店員ひなちゃんだけのそうそうそうメイド喫茶来る感覚でね、ぜひぜひですよ、うん
本当に、あ、全然あのメイド服でね、あの着ていただいても構いませんので、あのぜひメイド服でも着てください。はい3分いいじゃないですか、別にメイド服できたって。だってひなちゃんもメイド服なんですから、はい、何も恥ずかしいことはないだってひなちゃん振袖とメイド服着るし、うんうん、すごいよ、うん、てんこ盛り、うん、本当に今日は嬉しい嬉しい、みんなにこうイベントの発表ができて、うん、ゆうちゃんの写真見ると全部ウサギみたいに可愛いウサギに似ちょる嬉しい。ゆうちゃん実質マイメロさんなのでうん、そうですよ。いや本当に今回はもうね、抱き枕カバーがあの通ったのがちょっと面白い、私の中で抱き枕カバー作っていいんだと思って、そうめっちゃ面白い、うん、じわじわくる、うん、そうそう、嫌なことがちょっと気になるよみたいな人がね、写真集のサイン本とその限定のブックカバーがついてくるのとツーショット撮れるのだけでも全然楽しめると思うので、ちょっと気になるかもみたいな人もぜひぜひ、そうプランに応じて会いに来てください。なんて読むのこれ、一型にって読むのこれ、なんて読むのもんだろう、会社から近いから行きやすい、そう今回結構ね、市ヶ谷か来やすいところみたいなみんな言ってて、あ来やすいのかと思って、そうですよ。あら新規ファンですが申し込みします、嬉しい、会えるのお待ちしております倍率やばいよ大丈夫、あの自分を信じて本当にみんな、うん、そう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 ね、今回ね、グッズがね、本当に豪華だからね、自分を信じてグッズゲットするぜという表情持って10月19日の到来まで、そうそうねえ、ひなちゃんはそうそうするそうそうしちゃう、ひなちゃんも、うん、そうね、なんかもしあまりにもこう申し込んでくれる方多かったら日程増えないかなって思ってるからそう日程増えないかなって思ってるから、あのみんないっぱい申し込んどいて、うんとりあえず3部申し込んでいてって言ってそうそうそう、ね、見てくれてほしいし、ね、そうなったらね、追加は熱いよ、本当にそう、追加は熱いぜ、うん、お待ちしてますよ、本当に。
ねえ、そうなんですよ。そうだってサイン本も書けるしさ、ツーショットも一緒に撮れるけんさ、結構一人一人ねえ、こうなんていうのか、ちゃんとなんていうんだろう、ひなちゃんこう接せれるというかそう、ちゃんとこうありがとうの気持ちを話せる気がして、うん、嬉しい。ピュアハンで喜ぶ疑惑をしてくれる子やね、嬉しい、そう言ってくれて。考えましたかそう、うん、何ヶ月も前からみんながこれを教える何ヶ月も前から、そう、ツーショットの時がね、会話禁止なんだよね。そうなんですよ、なんで多分ポーズ何するとか聞いてこれがいいみたいな言うのは OK なんですよ。そう、それはそれはさすがに OK にしてほしいから、そう、それ以外の会話がちょっとみたいになっちゃうんですけど、うん、うん、そう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 、さすがにそこは、うん、そこはね、スティーブのね、あのツーショットもね、なんか抽選で当たった人だけみたいなツーショットもね、あの喋れる気ね、意外とそう、だから本当に楽しみ、11月12日みんなも楽しみかい、どうなんだい当たり屋に乗っとくよ、本当にみんなが、待ってるよみんなのこと、うん、ドキドキ。ツーショットもさ、もう全然取れてないじゃん、多分そういう SPU の抽選で当たった人しか取れてないけん、めっちゃめっちゃお得、お得めっちゃお得ちょっと取れるのね、今大変ですから、うん、何枚もね、何十枚もこう買ってもね、抽選でね外れて、そう、ちょっと取れなかったりするから、全然そう、3年くらい前はよく取ってたけどね、うん、今なかなか取れないですか、目が輝いてて可愛いっすね、ありがとう、キラキラもっとお金払わせてどうなってるあまりにも豪華すぎていや、これはみんなへのあの感謝の気持ちですから、うんよかった、でもみんな喜んでくれてるみたいで、よかったよ、うん、いっぱい考えた甲斐があります。
毎日和田ひなちゃんにお祈りしておきます。出がわられる。楽しみ。楽しみだな。あ、ベロベロじゃない。あ、ベロベロ。イベントは。よいしょ。そう。明日ゆりまがさ出ますか。そうですね。明日は最近行ったゆりまがさを載せます。すごい幼馴染の。こと言ったんですけど、めっちゃ動画も写真も撮ってくれて、もうどれを一体載せればいいのか状態だったんですけど、とりあえずこのリリーベがあるっていうのを、リリーベじゃない、リアルイベントがやばい、まあリアルイベントがあるっていうのをね、みんなに言わなきゃと思ったので、ちょっとなんか急にさ、ユニバリアルイベントユニバみたいになっちゃうと思って、投稿の感じがすごい、インスタグラムってめっちゃ投稿の感じ見れるから、なんかこうなんていうの、パズルパズルのピース間違ってるみたいになるから嫌なんだよね。同い年の女の子だといい写真撮ってくれそう。めっちゃいい写真あるんよ、本当に。そう、なんかもう海外みたいな写真も撮れて夜のなんかめっちゃ嫌いって何めっちゃきらびやかな、そうとこで撮ったやつがもう海外やみたいな話して撮ってた。本当にね、幼馴染ちゃん5年半ぶりに会った、本当に懐かしかったな。本当にね、あのナチュラルに沿って使うんよなんとかなそうみたいな、そうなそうみたいな、めっちゃなんとかだったそうみたいな懐かしくって、それがでもめっちゃ使っとったもん、いいのも、うん、そうそう、それで昨日映ったからさ、あのなんか新幹線でこうね、広島から合流したんよ、その子山口におるけ、山口に寄って、その広島にひなちゃんが乗って合流して話しとったらさ、めっちゃ沿って使うと思って懐かしいとか思って、あのいつの間にか釣られて、なんか「いや本当にユニバ好きな層」って言ってて好きな層って言った時に、なんかもう二人の中でツボに入っちゃって、そうバレるバレるとか言って小声でいやバレるバレる、そうそう、うん、それちょっと面白かったな完全に映ってしまった。声で言ってたぞ。いやでかい声ではね別に喋ってなかったんやけど、そうやっぱ新幹線なんかそんな大声で喋っていけんけん、そう
不意に好きな素が出て笑っちゃった、うん、そう天然の好きな素、天然の好きな素が流れ落ちた。そうですよ、私の天然の好きな素はあのアルプスの天然水のように、そう美しいですからやっぱり。それがねちょっと公共の場で出てしまったのでちょっと焦ってしまいましたね。やっぱりそのいつもは洋食の好きなさ、いつもはちょっと割とあなんかね使う人がおったらね全然使わへんけどね、使わんけんねやっぱね、全然使わんのよね、なんか使えって言われたら使うしさ、止めることはできるみたいな状態やから、うん。そう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 、いや本当にあれもうちょっと一緒にいたらやばいね、あと2日一緒におったんやけど、あと2日一緒におったらもう完璧に私はもう素人間になってる。そうやばいよもう。そうそう、めっちゃ可愛いんよ素って、やっぱりその好きな素が出た時に笑ってて、そう今でもそって使うそって聞かれて今はあんまり使わんそって答えた。そう、そ人間、我の幼なじみそ人間や。なんか腸がめっちゃ映った、でもなんとかしちょって、なんとかしちょるみたいな、なんとかしちょったよねって、めっちゃちょっと映る。めっちゃ映る、うんうんうん、ちょって使うようになっちゃったよ。私は今チョル人間なの、チョル人間、なんかチョルとかソワでも使ってる方がしっくりくるんだよね、そう。ねえ、しちょるそう、ちょっとみんなは写真集の予約受付申し込みしちょるそう、
やったねしちゃるそうしちゃるそう嬉しい、うん、ギャルイベントの申し込みもしちょるぞみんな、しちょらんかったら今すぐ申し込みするよ、わかった申しちょった申しちょったか、ありがとうだよ。予約病でしちゃったぞ。もうしちゃったぞ。それか。それか。それか。この配信を対します。お、約束ね。ゆうびきびけんまん。みんな当たるよきっと、うん、待っちゃるよ、うんうんうん、ではではそろそろ半になるので、皆さんはランキングを読むぞランキング読むぞ、うん、純粋鈴木二郎さん、鈴木二郎さんのことが好きだそう。ジュニー直樹流れ星さん、直樹流れ星さんのことが好きだそう。父花ちゃん大好きなそうちゅかな。ジュイヒロさん、ヒロさんのことが好きだそう。ケイもちもちもっちーさん、もちもちもっちーさんのことが好きだそう。八位台湾の子さん、イベント当たりますようにみたいな感じかしら、待ってます。7位ハンスタン、これはイベント申し込むしかないなみたいな感じかなあ、イベント当たってくれよって書いてくれてたの嬉しい、本当にそれを当たってくれよんですね。6位ポンタさん、7位ありがとう、あ、しなべ神セブン入りおめでとうございます。そして5位ツーさん、順読みありがとう、お、1位だな、おめでとうだよ、こちらこそありがとうね、いっぱいやってくれて。4位ザッキーさん、発売で楽しみなそうかな。もうアズアイベ特典発表で大好き感情大爆発だった。ちょめ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 大爆発やで。3位ドリンさん、イベント予約したそうかな。違うかも、うん、あ、しちょるので当たってくれよ、当たってくれよ。そして2位ひでみさん、ひでみさんのことが好きだそう。そして1位がゾロロロパパン、おばちゃんです、おばちゃんのことが好きだそう。あの、ここにあるひなちゃんには、まみろちゃんありがとうわ、まみろなんだけど、はい、マスパちゃんありがとうございます。本日もスペシャルギフトコメントたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。でも明日の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよーって方はぜひぜひハートのボタン押してフォローして
明日の配信をまた見に来てください。そしてツイッター、インスタグラムやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。今日はリアルイベントの詳細などもツイッター、インスタグラム見たら載ってるのでぜひインスタグラムの方がね、ハイライトで結構詳しく説明してるので、そう、ファースト写真集というハイライトをぜひ見てください。写真集についていろいろ載っておりますので、はい、もうめちゃめちゃもう神イベ確定演出されているので神イベ確定演出来てるので、もうぜひぜひこれはもう1ミリでも気になるならとりあえず申し込んだ方がいいんじゃないかなと思っておりますので、はい、お待ちしております。そしてですね、TikTok もやっておりまして、 TikTok では毎日写真集発売までのカウントダウン投稿してるので、今日は33日が投稿されておりますので、そちらもぜひ毎日楽しみに見てくれたらいいなと思います。今日はですね、遊園地ではしゃいでるひなちゃんが投稿されておりますので、まだ見てない方はぜひ TikTok 見てね、フォローしててね、そっちもね、見た？嬉しい。そう、コメントとかもね待っております。それでは今日も一日おつぴょんでした。写真集のリアルイベントお待ちしてます。バイバーイ。おつぴよちゃん。